皆さんこんばんはえりこですこのポッドキャストでは日本語が大好きな私が日本語学習者の方そして日本語ネイティブの方になるほどと思っていただけるようなエピソードをお届けしていますさて今年も台風の季節がやってきました日本にやってくる台風は東南アジアの方からゆっくり北上してきます 台風の進路を予想してメディアなどが天気予報で発表しますその台風が各地に到達する日時そして台風の大きさなども発表されるのでそれに合わせて予定や準備をする人も多いと思います例えばお店を経営している人は台風が直撃するとされている日にお店をお休みすることをお知らせしたり個人としては 家で安全に過ごせるように防災グッズを買っておくとか防災というのは地震や水害などの自然災害に備えることです例えば台風の場合は強い風で飛んでいったら危ないものを家の中に入れたり停電した時のための懐中電灯や充電器を準備しておいたりします 自然災害の多い日本に住んでいるのであれば防災グッズを常に準備しておくに越したことはないですねさてこの台風情報をも含めた天気予報なんですが日本では割とよく当たると言われています最近はお天気アプリもたくさんありますよね雨雲の動きがしっかりと分かって あと何分後に雨が降るかなどがわかるんですさて天気予報がよく当たるで使った当たるは予想の通りになるという意味です日本語の当たるという言葉には実はたくさんの意味があります今回はこの当たるという言葉の意味と使い方について例文を使いながら説明していきたいと思います 辞書で調べるとたくさんの意味が書かれていますが今回は私もよく使うものを選んで紹介しますねまず「当たる」と聞いて皆さんが最初に思い浮かべるのはこの意味ではないでしょうか動いてきたものがぶつかるまたは動きがあるものが触れる例えば雨が窓に当たる音がうるさい 雨が窓に当たる音がうるさい車のドアを勢いよく開けたら隣の車に当たってしまった車のドアを勢いよく開けたら隣の車に当たってしまった次は時々途切れながら触るという意味の当たるです例えば電車が混んでいて隣の人と 肩が当たってしまう電車が混んでいて隣の人と肩が当たってしまうけがをした右腕が机に当たると痛いそして次は光熱風などを受けるという意味の当たる暑いので扇風機の風に当たって で涼んでいる。暑いので扇風機の風に当たって涼んでいる。西向きの部屋なので夕方になると日がよく当たる。西向きの部屋なので夕方になると日がよく当たる。次は人に接するという意味の当たるですが、現在では人をひどく扱う場合に使います。例えば。 イライラして家族に当たってしまった。イライラして家族に当たってしまった。体調が悪い時に友達に辛く当たって反省している。体調が悪い時に友達に辛く当たって反省している。そして次は。そのような関係がある。という意味の当たる。あの有名な研究者は。 私のおじにあ,たる人だあの有名な研究者は私のおじにあたる人だ。親戚にあたる人にアパートを借りるときの保証人になってもらった。親戚にあたる人にアパートを借りるときの保証人になってもらった。次は催しや企画などが成功するという意味のあたる。 今回の子供向けイベントはうまく当たった。今回の子供向けイベントはうまく当たった。私の提案した企画が当たったので会社で表彰された。私の提案した企画が当たったので会社で表彰された。次は天気予報の話でも使った狙いや予想の通りになる、的中するという意味の当たるです。 私の予感は当たって、あの人は詐欺師だと判明した。私の予感は当たって、あの人は詐欺師だと判明した。テストで山を張ったところが当たった。テストで山を張ったところが当たった。山を張るというのは、予想して準備することです。次は、くじなどで選ばれるという意味の当たるです。 宝くじが当たって大きな家を買うことにした宝くじが当たって大きな家を買うことにしたインターネットの検証で海外旅行のチケットが当たったインターネットの検証で海外旅行のチケットが当たった検証というのは優れた作品クイズの正解者 探している人や物を見つけた人などに提供するお金や品物です次は良くないことが身に及ぶという意味の当たるです悪いことをしたら必ず罰が当たると信じている悪いことをしたら必ず罰が当たると信じている嘘をついて人を騙すなんて罰当たりな人だ 嘘ををついてて人人すななんて罰当たりな人だ罰が当たるというのは悪いことをしたら神様から苦しみを与えられるという意味です。罰当たりというのは罰を受けて当然のことまたそのような言動をした人にも使います。最後は体に害を受けるという意味の当たるです。 古い牛乳にあたってお腹を壊してしまった。古い牛乳にあたってお腹を壊してしまった。悪い食べ物を食べてお腹を壊すことを食中毒になる。そして食当たりするとも言います。スポーツ観戦をしていて暑さにあたってフラフラした。スポーツ観戦をしていて暑さにあたっ ふふらふらした夏の暑さのせいで体を壊すことを暑さあたり初期あたりとも言いますさて今日は「当たる」という言葉の意味と使い方を10個紹介しましたそれ以外にもまだまだ意味がありますので「当たる」という言葉は奥が深いです YouTube チャンネルでは「 このポッドキャストでお話しした内容についてもっと詳しくお話しするライブ配信エリコカフェオンラインを実施しています是非 YouTube チャンネルの登録をしてライブ配信に遊びに来てください Instagram でも私の日常やレッスン情報をお届けしていますのでフォローしてください YouTube も Instagram もエリコ塾 ERIKOJUKU でアカウントを検索できます個人レッスン、グループレッスン、オンラインサロンについてはえりこ塾のウェブサイトをご覧くださいそれでは今回も最後まで聞いてくださってありがとうございました次回も聞いてくださると嬉しいですではまた